写真拡大。今回の U18 ワールドカップで高校日本代表を率いた報徳学園、兵庫の前監督永田裕二氏56が来春から日大三島静岡で指導者となることが5日明らかになった。永田氏は17年春に報徳学園監督を勇退、その後は同校に保健体育教諭として席を置きながら高校日本代表を指揮していた。永田氏は報徳学園の右翼手として金村義明、元近鉄などらと共に1981年夏に全国制覇。中京大卒業後にコーチを経て94年から母校の監督を務め、2002年選抜優勝。来春から日大三島の保健体育教諭として野球部の指導にも。